ご視聴ありがとうございます。ちもちもDJです。今日はですね、2020年の12月29日ですと、小町がねちょうどタイミングよく行っちゃいましたね。で、左側が臨海鉄道の電車が走っていきます。もう皆さんね知ってるでしょ解説入れなくても知ってると思うんですよね。遠くの方からね、あの新幹線のはやぶさがこっちに向かってきてるんですけど、埼京線が先に来ちゃいましたね。埼京線にかぶっちゃいましたね。ちょうどねこの区間はアタックス運用をしてるわけですね。無線によるねあの列車の位置制御をしてるわけですね。この区間はね線路のあのところに白い箱みたいなやつがないわけですね。トランスポンダーっていうのがないわけです。はい、埼京線に乗りました。はやぶさが見えて、あと輝きがね並走して走っていきますね。今度はね、大宮駅に到着しました。これで高崎線に乗ってですね、高崎駅に行きたいと思います。まあ、せっかくなんでねグリーン車に乗って行きたいと思います。はい、グリーン車がちょうど来ました。あれ結構人乗ってるこの大宮駅を出発しました。2階の席が取れましたね。向こう側に見える電車がですね、上の東京ラインの電車ですね。多分、どこに行く電車だろう、まあ、よくわからないんですけどね。まあ、家に帰ったら調べようかな。多分ねこれを見てるあの人の方が知ってると思います。あ、京浜東北線が止まってる。1両だけで、そろそろ、大宮のね、鉄道博物館が見えるところに来ましたね。あ、鉄道博物館が見えました。こんな風に見えるんですね。あ、新幹線が止まってる。いい位置系が止まってましたね。あれはね600系って名前がつくはずだったんですけど、まあ、そろそろね、1000系とかもう1100系とかになっちゃうってことで、名前をねいい位置系というふうにね決めた、新幹線なんですね。埼玉新都市交通がね走っていきましたね。ニューシャトルというやつですね。で、真ん中にね東北新幹線が走ってるわけですね。新幹線は見えないですけどね。で、新幹線の下をねくぐっていきます。はい、これがね私で、結構この服だとあのでかく見えますね。今ねこの疲れを癒しに、グリーン車に乗ってね、まあくつろいでるわけですね。はい、ここが熊谷駅です。秩父鉄道が見えますね。秩父鉄道が止まってます。あれは東急の車両で、あと白と青のが多分もともと西武の車両かな。あ、走っていきました。アマビエ号が走っていきましたね。出発して間もなくね、熊谷の貨物ターミナルが見えますね。何か機関車は見えるかな。あ、コンテナばかりですかね。結構あの夕日がね綺麗にあの映りましたね。いや、なんかね黄昏れてる感じです。あ、看板があった。熊谷の次がね深谷みたいなもんなんですけど、渋沢栄一とかね、荒船清十郎というね人が有名です。
皆さんご存知だと思います。三ヶ尻線ですね。熊谷貨物ターミナルと三ヶ尻の貨物ターミナルを結ぶね、秩父鉄道のあの貨物線の線路が見えますね。もうね、廃止になってしまいましたね。トラック輸送の方に切り替えるそうですね。秩父鉄道の IR 情報に書いてありましたね。はい、夕日がねすごい綺麗に見えますね。あの山は何の山なんでしょうね。雲もなんか綺麗ですね。この辺はなんか畑がいっぱい広がってますね。なんで見晴らしがいいですね。特にね、2階からはこことか水面にね映ったところとかすごい綺麗ですね。2階から見た景色がすごくいいです。はい、天井のねスイカをタッチするところですね。で、私の場合はねモバイルスイカで乗ってますんでね、まあ席に座るときに、あそこのスイカのところをねタッチすると、緑色に変わって、座ってますよっていう意味になりますね。赤色は、座ってませんっていうことですね。もう皆さんね知ってるでしょう解説入れなくても知ってると思うんですよね。はい、そろそろ高崎駅ですね。上信電鉄が見えます。上信電鉄のなんか電車はすごいカラフルですね。なんだか乗ってみたくなりますね。まだね上信電鉄に乗ったことがないんでね、またね日を改めて乗りに行きたいと思います。はい、高崎駅に着きました。ちょうどね鬼滅の刃の、コラボをしてて駅がね、鬼滅の刃のキャラクターが貼ってありますね。無限列車の映画と、無限列車の映画か、映画がやってますからね、子供と見に行きましたね。はい、結構ね、キャラクターが貼ってありますね。煉獄さんですね。風柱がいましたね。はい、ここがね一応八高線のホームなんですね。一番端っこのね隅っこの方に八高線のホームがありますね。私はね、この間来た時ね分かんなくてね駅員さんに聞いちゃいましたね。はい、ということでね、せっかくなんで八高線をね取ってみたいと思います。はい、八高線取り終わったら山田電機行こうかなと思います。結構でかいんですよね山田電機。あと上の方にねご飯食べるところがあるんでね、あとは高崎のだるまを買って、あとだるま弁当でも買おうかなと思います。自動車の音はすごいですね。これがねだるま弁当なんですね。貯金箱として使えるようにね口のところが開いてます。で、中身はねやっぱり駅弁は長持ちするように味付けが濃くできてます。あれは水上の方に行く電車ですね。
ということでね、私ちょっとあの資格の試験とかやって疲れちゃったんでね、癒されに来ました。とってもね、旅の雰囲気を楽しめてね、癒されましたね。いや、来てよかった。これが、上がつま線ですね。まあ、車両が同じだから、まあ、よくわかんないですけど、行き先を見るとね、こうやって書いてありますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。